メリカのオバマ前大統領がイギリスのリー・ヨーコのインタビューに応じたラジオ特別番組が放送され、オバマ前大統領はインターネットの危険性について、人々がそれぞれ自分の偏った見方を補強する情報、気を得て偏見や社会の分断が助長されるして警鐘を鳴らしました。イギリス、トール、放送 BBC はラジオの特別番組で、スト編集長を務めたハリー・ヨーコが今年、月にオバマ前大統領に対して言ったインビューを27日、放送しました。こう、中、オバマ前大統領は、ソーシャルメディア、あの問題点について、インターネットの、県政の一つは、人々がそれぞれ全く異な、事実を持つ可能性があることだ。自分の、な見方を補強する情報だけに包まれて、舞う恐れがあると述べ、インターネットによって偏見や、社会の分断が助長され、として警鐘を鳴らしました。そして、さ、的な立場にある我々はインター、土壌で、みんなが共有できる空間を出さなければならないと述べ、多様な、にを尊重することの大切さを訴えました。今回、オバマ前大統領はトランプ大、領について直接は言及しなかったものの、トランプ大統領がツイッターで社会の分を煽るような内容の投稿を繰り返してることなどを念頭にした発言とも受けや、